大エネルギー5.21.8レイエネルギーは、三原淳の中編漫画作品。電力会社の社員を、主人公に、アメリカ合衆国の原子力発電所で起こった、テロ事件をミステリー仕立てで描いている。書出は1982年の、ララである。三原は、はみ出しっこでの1ページすべてを文章で埋めた、手法。 論理展開が複雑かつ繊細で、心理劇のような登場人物のセリフ、緊張感といった特徴で人気を博していた。作品の発表が、スリーマイル島原子力発電所事故の3年後にあたり、当時認識されていた原発の問題や社会問題といった様々な見方が、電力会社の従業員たち、被爆の危険性にさらされている現場作業員。 半原発の環境活動家、テロリスト、顔の見えない電気を喰らうだけの群衆たちといった登場人物によって語られている。作中では原発に対する是非は述べられておらず、あくまでも原発をめぐる本格的な議論が物語の中に組み入れている構成となっている。題名に含まれる二十一点八という数字は人類が消費する電気エネルギーを5.2とすると、 それを生むために17のエネルギーが必要となる、すなわち、送電ロス等で消費されずに失われるエネルギーが11.8に上るという、当時のエネルギー事情を表している。2011年に起きた東日本大震災以降には、東日本大震災以前に原発の問題点を指摘していたフィクション作品の一つとして、再評価が行われている。本作では、 原発の問題点の指摘のみではなく、問題の本質が電力が貯めておけないことにあるとし、問題解決には用水発電所の建設が有効であるものの、住民の反対のために建設できないことを描いており、1982年の時点で立体的に原発問題を見通していたことを評価されている。東日本大震災後に、 アムネスティ日本に掲載された本作の書評では、ミステリーとして、異常の解決を見せるストーリーは付け足しに過ぎず、作中の議論に散りばめられた刺激的な言葉のインパクト、例えば市民運動に共感を覚える読者をえぐるような主人公の言葉が本質であろうと推測している。1985年に発表された XD は本作の登場人物であるガドリーを、 主人公にしたスピンオフ作品であり、物語の時系列は本作より未来の出来事になる。また、本作の主人公のルドルフ、隣人のロザリンも X 例に登場している。舞台は1979年の TMI 事故の3年後のアメリカである。土曜日、ルドルフは電力会社の下請けであるソ連線の会社に融資引上げを通告して、 彼の会社の動産等を電力会社の倉庫に回収した。週明けにソ連戦の手形についての問い合わせが電力会社に殺到している中、ルドルフは支店長から低農縮欄の盗難と原発通合路の停止を要求する脅迫状について知らされる。ルドルフは原発の技師をいっぱい食わせ原発に対する信頼性を損なう記事を新聞に載せ通合路の停止に持ち込む。 しかし、脅迫の内容は、通合炉の停止だけではなく、主排水管の破壊も含んでいること。電力会社内部に手引きをしている者がいるらしいことを、ルドルフは原発の技師から聞く。ルドルフが、執年的にソ連戦の曖昧な伝票処理の書類と格闘している中、愛合炉の冷却もい取り入り口が何者かによって、爆破される。脅迫犯は爆破との関係を否定し、要求を 通ーゴール破壊から金銭に変更し、金の受け渡しにルドルフを指名した。移動中のルドルフの車を横からトラックが海に突き落とし、引き上げたところ金はなくなっていた。電力会社内部の共犯者とは、ありがとうございます。